ムンブリオーダルカムは、スペインカタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、バッシカム郡に属している。2012年の人口は2515人。バッシカム郡の平野部に位置し、カンブリルス、ビニョルスイアルスワルクス、ブタレー、ムンドッチダル、カムと隣接する。自治体公式名称は、カタルーニャ語で、モンブリオデルキャンプ、カスティーリャ語名は、モンブリオデタラゴーナ。 この地についての最古の記録は、タラゴナ大司教、ウグダ・サルバンがギリエム・ダ・ジョルバに、現在の自治体の領域内に城を建設するために、この地を与えたということであるが、正確な日付については、残されていない。1186年にワダ・ジョルバは、自身の所領の一部を大司教、バランゲー・ダ・ビラダミルスに寄進した。その後この地についての権利は、王の手に渡った。 1406年には、カンブリルスの城壁の建設工事に参加、1563年から1710年までの間は、タラゴナ大主教に属する自治体の集まりである、コムーナ・ダルカムの一員であった。ムンブリオの教区教会は1692年建設で、ルネサンス様式でサンペドロに検定されている。内部には18世紀政作のバロック様式の、 オルガンが保持されている。市街地中心部近くには、オルタフロリダと呼ばれている建物が残されており、この建物は1634年建設で、20世紀に修復されたものである。敷地内には興味深い庭園と池がある。また、郊外には、サンアントーニの聖堂があり、こちらは1704年建造である。 ムンブリオーの最も重要な祭りはサンペドロの祭日で6月29日に行われる。1月の第3土曜日にはサンアントーニの祭日に合わせ冬の祭りが行われる。ムンブリオーの主要な経済活動は農業でオリーブ、アーモンド、イナゴ豆、ブドウなどが主に栽培されている。他には灌漑農業も行われており様々なフルーツが栽培されている。 また、モスカテルワインの産地でもある。他にはいくつかの工業もある。また、1980年代に温泉が発見され、1990年代になって温泉保養施設が建設された。ありがとうございます。